フランシスが最初に描いた絵では、ニッパーはフォノグラフを覗いていた。ニッパーは、絵画、ヒズマスターズボイスのモデルとなった犬。蓄音機に耳を傾けるニッパーを描いたその絵画は、日本ビクターや HMV、RCA などの企業のトレードマークとして知られる。ニッパーの最初の飼い主は、イギリスの風景画家マークヘンリー・バロードであった。1884年。 イギリスのブリストルに生まれる。いつも客の足を噛もうとすることから、ニッパーと名付けられる。ニッパーは、フォックステリア系の犬であったが、ブルテリアの血も少し入っていた。絵画、ヒズマスターズボイスでの様子に反し、やんちゃな犬で、ニッパー自身からは、喧嘩を吹っかけたりしないものの、襲ってきた犬には立ち向かい、そしていつも飼っていたという。 1887年にマークが病死したため、弟の画家フランシス・バロードがニッパーを引き取った。彼は亡き飼い主マークの声が聞こえる、蓄音機を不思議そうに覗き込むニッパーの姿を描いた。その8年後の1895年、ニッパーは息を引き取った。遺体はテムズ川辺のクワの木の下に葬られたと言われるが、1950年に、 その場所が掘り起こされたものの、ニッパーと見られる骨は見つからなかった。グラモフォンを覗いている姿に修正されたニッパーの絵。ニッパーの死から3年後の1898年、フランシスは、エジソン・ベルシャの全イ式ホノグラフを熱心に聞く、ニッパーの絵を描いた。1899年2月11日、フランシスは、自分の絵。 ドッグルッキングエイティリスニングツー、A フォノグラフの商標を出願した。フランシスは、エジソンベル社に、これを提示したが、ドッグスドントリスンツーフォノグラフスと一周されてしまう。1899年5月31日、今度は、ベルリーナグラモフォン社のオフィスを訪問、グラモフォンのブラスホーンを借りて、絵に描いた黒いホーンと置き換えようと考えていた。しかし、 社長のウィリアム・オーウェンは、もし蓄音機全体をグラモフォンに置き換えるなら、社としてこの絵を買おうと提案してきた。こうして修正された絵は、ベルリーナグラモフォン社の商標として、1900年6月10日に登録された。量販店としての HMV は当初グラモフォンの小売部門のブランドであったため、ヒズ・マスターズ・ボイスを略した HMV を店名とした。 現在の HMV は EMI と資本関係にはないが、HMV ブランドは継続して使用されている。過去には、日本ビクターの製品のローン販売の金融商品である、ビクターローンシステムのプランの一つとして、ニッパーエルプランがあった。なお、このマークは2020年現在、日本では、JVC Kenwood、び JVC Kenwood Victor e n ン e r t バーベータムジャパン、北米では RCA がそれぞれ使用し、RCA では1991年からニッパーの他にチッパーと呼ばれる子犬も加わっている。このように地域によって使用する企業が異なる関係で、例として、かつて存在した HMV の日本法人のロゴマークにはニッパーがなく、蓄音機だけが描かれていた。またポーズが異なる図柄として、 ビクターエンタテインメントの機能主会社であるフライングドッグは跳躍するニッパーのシルエットを使っている。ありがとうございます。